霧隠れ才三とサルトリサスケが揃ったか。え、才三の知り合いなの？サルトリサスケ、サラダ雪村使いし指導、サラダ重有士の筆頭だ。徹底した忍びになるために喉を通じ、すべての喜怒哀楽を消し、どのような拷問にも耐える。雪村の命であればどのような非情な命にもしたる。わしの母を殺したのはこの男よ。わしの母？夏の陣で家康の暗殺に単身乗り込み、壮絶な討ち死にを遂げた水川氏。その実は…サスケ、栗ばかり食ってると体に悪いぞ。なら返して。すまぬ、それはできぬ。なんで？すまぬ、それしかわしには言えぬ。わしはどうする気なの？悪いようにはせん。わしが必ずお主を守る。さらっといて守る？もう食えねえ。葵、すまん。謝ることないよ。どういう意味だ？私は本当にこの世界の住人じゃないし、ジタバタしても仕方ないじゃない。お主はそれでいいのか？いいも悪いもないじゃん。しかし、守ってくれるんでしょ、助け。
気に攻める。知力は我ら真田じゃ。さいぞ、サスケ。東側の砦を攻め。守りは里見のようじゃ。正解、いざ。西の砦を攻め。こちらは黒魔術軍が守っておる。できるだけ時間を稼げ。敵の兵力を分散させ、わしとスキピオヌで本陣を攻め。承知しました。フロイスとサゴンが魔界に入れぬ。魔界の霊力の影響は、冥界の者にも強く及ぶようじゃ。それゆえ、敵にそのことを知られてはならぬ。なるだけ激しく攻め立てよ。できれば敵が援軍を繰り出すようにじゃ。なるほど。それでは早速出陣せよ。私も助けとしての戦う。葵、それはならん。ここに一人で残されたくない。葵、葵、よかろう。サスケ、連れて行け。大輔、確かにここに置いといても、敵が万が一侵入してきたら守る者がおらぬ。小助が魔界に入れぬ。であれば、もぬけの殻に。こやつ置いておくの危険だ。敵に奪われるくらいなら、サスケが連れて守ればよかろう。守る。ありがとう。わしはお前に情けをかけたつもりはない。お前を敵に奪われると厄介なことになりかねぬ。そう思っただけじゃ。サスケと一緒にしてくれて。厄介な仕事はサスケにぴったりなだけじゃ。ご分を勘違い。出陣じゃー。